そもそも1989年に、このコンピューター教室を作って、コンピューターを導入したんですね。で当時はもう本当に、MS-DOS マシーンというのを入れたりしてたんですけども、その後 Mac に入れ替えたりずっと変遷をしてきたんです。で2000年に iMac に切り替えて、いろんなマルチメディア教育っていうのをやって展開してきたんですけど、その当時にですね、そのレゴ社が作ったマインドストーム、当時 RCX というマシンだったと思いますけども、プログラムしながら、コンピューターで制御できるという、そういうロボットが出てきたんです。それを使ってこう部活の子たちとか、そういうプログラムが好きな子たちを集めて、やって、いろいろ教材を作ったりいろいろやってたり、また大会にも参加を始めたんですけども、その後2010年くらいですかね、この NXT、マインドストーム NXT が発売になって、でじゃあこれを授業でやってみようというふうにして、最初は本当に10代20代買ってもらって、でその後もう1人1台使ってやってみようということで、40代50代に購入を始めたということになります。当時は本当にプログラミングといえども、ブロック式のタイプのものがあったので、今でいうスクラッチの前の、プログラムの状況ですから、今の形とはちょっと違いますけども、こうプログラム組みながらロボットを制御できたので、当時からセンサーがついてましたし、モーターもついてましたし、そういう意味ではライントレースであるとか、そういったロボットを作ることができたっていうのが最初です。でそれを、NXT が、代替わりして、今度が EV3 というロボットが何ですかね、2013年か4年くらいに発売になって、今度は EV3 に切り替えて、一人一台でまた組み立てからプログラミングまでやったというのが流れです。